チームクレレコの行ってみる、ことみみなさん、こんにちは。私たちはコテのご当地アイドルチームクレレコです。今日のメンバーは須藤小雪と森のさくらと宇野奈々香です。ここからの30分間はチームクレレッコの行ってみることににお付き合いください。この番組はチームクレレッコのメンバーがことにの魅力を発信していく番組です。私たちの普段の活動や最新情報、ダイニングバーチリッシュの情報などもお伝えします。この放送は毎週金曜日の午後6時から午後6時30分となっています。はい、ということで本日の行ってみることにはですね、なんと、はい、チームクレレコの新メンバーの宇野奈々香が初めてのラジオ出演ということで、はい、どう始まりましたけど、なんか、うん、緊張するし、うん、難しいです。難しいラジオを収録することなんてないですからね。ないよね、はい、なかなかね、アイドルさんでもラジオをこうやってる方ってすごく少ないから、うんうんうん、そう、宇野奈々香初めてのラジオということで、はい、自己紹介しますか。あ、確かに。お、名前と年齢と好きな食べ物とか、ことにの好きなところとかね、はいはい、簡単に、じゃあ自己紹介どうぞ。はい、中学3年生14歳の宇野奈々香です。お、好きな食べ物は、うん、なんだっけ、ジャンボモナカジャンボモナカアイスの、うんうんうん、チョコが入ったやつが大好きです。うん若いね、うん、若いですね。中学生見て聞いてる方も多分、うん、目とか飛び出てると思う今ね、ボヨーンって、中学生ってなってると14歳なんですよ。そうなんです、14歳初めてのラジオということ、すごいですね。ねー、じゃあ今日はね、そんな初めてのななかのねラジオもちょっと楽しみにしつつ、はい、はい、早速ねメッセージが来てるのでそちらも紹介したいと思います。お願いします。はい、ケイムラさんからです。クレレッコの皆さん、こんばんは。こんばんは。北海道らしく寒い日が続いていますが、いかがお過ごしですか。週末のライブは少数精鋭で、対バンイベントも乗り切り、見ていて頼もしかったです。今週は雪が積もるとか積もったとかで、いよいよ冬の季節の到来ですが、今週も寒さに負けずに元気で楽しみましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだね、週末ね、少数で頑張ってくれたということで、はい、頑張ったね。頑張りましたすごいね、なんか今週はななかがすごい頑張ってる週だね、うんうんうん、頑張った、はい、頑張りましたすごい、これでまた強くなるね。強くなりますねでね、そう、雪、そうなんだよね。本当に天気予報でも雪だるまのマークが、うん、ついに出てきて、なんかもう外寒いもん。いやね、寒いよね、うん、なんか本当に冬だよね。なんか手の感じが冬、だからこのかじかむ感じがね、うんうん、そう、ずっと冷たい、ね、冷たいよね。なんか鼻とかもさ、ちょっとかじかんでくる感じとかさ、うん、そうそうそう、風が冷たいんだよね、ずっとね。そうなんです、もうなんか北海道本番、冬本番みたいなもうみたいな、ね、なんか初雪はなんか10月ぐらいにあったけどさ、はい、なんかこれから積もるのかと思うとさ、なんかね、雪もう道路とさらば見えなくなるからね、見えなくなっちゃう、この狭い道をまたね。そうなんですよ、道狭くなるよね、うん、雪降るとね。そう、そう、雪かきとかもしたりするの二人は。します。お、するの。します、マジで。へー、マジ結構します家の周りとかを。あ、家の周りをして。やれる、偉い。さくらはもうお父さんに任せて全ていや、そうだよね、家でぬくぬくしてやってます、ね、家族がいたらね、うん、家族が早起きしてやってくれてるかもしれない。やってくれてる、はい、偉い、ちょっと見習わなきゃいけない部分かも、はい、14歳に見習わなきゃはい、ということで、はい、今日も頑張っていきましょう。さて、この番組では私たちへの質問やリクエストなど皆さんからのメッセージをお待ちしています。メッセージの宛先の紹介をななかお願いします。はい、メールはリクエスト、はい、メールはリクエスト@sankakuyama.co.jp、 ファックスは0116403331です。この放送は収録での放送ですので、メールやファックスは約1週間後の
放送でご紹介する形になりますが、よろしくお願いします。それではここから30分、チームクレレッコの行ってみることに、どうぞお付き合いください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りします。ラジオの皆さん、私たちはコトニのご当地アイドルチームクレレコです。交通安全運動やお祭りなどコトニの街づくりにも参加しています。コトニ一条5丁目札幌リンクスホールで毎日ライブイベント開催中、ぜひお越しください。ことにクイズ。はい、ということで本日のこのコーナーことにクイズを行っていくんですけど、今日はななかが初めてということで、はい、今日はもう基礎中の基礎、まあ、ことにのことを、まあね、最初の段階ですからね。そうですね、はいはい、絶対にしておいてほしいこと、はい、まあ、桜は答えれて当然やばい。ラジオを聞いてるリスナーの皆さんも絶対に答えれるようなそんな問題になっておりますので、ぜひぜひ皆さん一緒に解いてみてください、はい、じゃあそれではいきます。第1問、でで西区の環境キャラクターの名前は何でしょう。おー、これはわかる、わかりますよ、そうだよね、西区文化フェスタで、はい、あのコンカリーニョの ね一緒にステージ立ちましたしね、うんうん、はい、じゃあ7日から聞いてみようかな。三角山ベイ、おお、さくらも一緒ですか。三角山ベイ、はい、じゃあ正解は2人とも大正解、三角山ベイ。これはね、はい、ね、言われなくてもね、はい、本物に合ってますから。いや、そうだよね、これ聞いてる皆さんももう分かったよってぐらい問題出してますからね、うん、本当に。じゃあ次もね、そんな三角山ベイにちなんだ問題です、うん、第2問、デデン、三角山ベイの年齢は何歳でしょうか。何歳だっけ、なんか結構、あ、聞いたことある、聞いたことあるけど、お、結構言ってる、そうそう、結構ね、はい、上の方ですよね、はい、結構上の方ですね、上の方ですね、はい、さくらは完璧に分かりますか。やばい、本当にそれ前回さくらね、ちょっとちゃったのかな。そうなんですよ、え、なんか音はわかるというか、なんか、あ、雰囲気、ニュアンスはわかる、ニュアンスはわかる、なんとかなんとかかんすかね。はい、じゃあさくらからいこうかな。100億万歳。おお、これまた大きく大きくいかなきゃ、ね、山辺ですから。確かに。ななかは1010歳。おお、刻みますね。1010。はい、こちら正解は二人とも不正解。あ、正解は150万歳。150。さくら、音ニュアンスだね。そう、しかもさくら前回もそう、行き過ぎてない。奥は行かないな、多分ね。100万歳だったんだけど、100億になっちゃった。奥、あの上の数字出されるとね、150万歳もだいぶすごいんだよ、ね、だいぶすごい。150万歳はすごいすごいすごいんだけど、100億いっちゃった。奥言われたらね、ダメだね。なんかもね、もっと言ってよかったね。もっとですか。150万歳でした。これを機にね、ぜひ覚えてください。はい、はい、続いて第3問、でで、JR の琴荷駅から地下鉄琴荷駅の距離は何キロメートルでしょうか。これもね、はい、まあ、約何キロメートルなんですけど、うんうんうん、これもまあ問題に、ね、出ることが多いんですけど、そうですね、今日もね、今日はななかと地下鉄の方から、うん、はい、歩いて来たんだけど、どのぐらい体感であった。なキロメートルとかわかんないね。中学生まだね、難しいかもしれないね。だいぶね、だいぶちょっと歩いてきたかな。そうですね、まあ、でも歩ける距離なんだよね、うん、全然歩ける、うんうん、はい、さくらはもう分かってる感じで、いやー、これで間違えてたら怖いけど。そうだな、じゃあ7日から行ってみようかな。 10km。 本当に。はい、10ぐらいだった。 10ぐらいだった。はい、あ、これキロメートルじゃないですね、メートルですね。メートルですね。あ、メートル、うん、
10メートル、はい、10メートル10メートルか。今日は一緒に歩いてきて10メートルぐらいだった。10メートルってどれぐらいだろう。10メートルって1メートルが多分これぐらいだから。これ10個ぐらいだと思う。10歩ぐらい。そんなはずないと思うんだよな。じゃあ、1.5 1.5 メートル。はい。じゃあ10メートルじゃなくて 1.5 だったらもっと短くなる。このぐらいになっちゃう。じゃあ10 10いかないんですか。もしかして8だ。 8です、はい、8メートルね、はい、8歩ぐらい。今日歩いてきて8メートルぐらいだった、はい、地下鉄の駅から今日歩いてきたよね一緒に。歩いてきたんだよね。歩いてきました。やっぱり喋ったね、いろいろね、はい、緊張するねとか喋って、はい、8メートルだった。はい。なるほど。8メートル、ね、はい、まあ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 、まだわかんないです。わかんないですから。8メートルの可能性もあります。可能性もあります。さくら何メートルだと思いますか。これを踏まえて、私は800メートルだと思います。おー100。すごいな。びっくりしちゃって。今の顔すごい見せたかったんだけど。はい、正解いきますね、はい、正解は、はい、なんと約800メートル。ゼロが足り、あ、違う、ゼロが足りない。一つも足りない。足りない。そんなはずがないんだよね。8歩だったかな。8歩。あ、でも、歩で、あれなんですね。そう、まあまあまあ、だいたいね、だいたいね、だいたいね。8メートルは、びっくりしちゃったね。なかなか今まで問題出した中でその答えは初めて、ね、初めて。しかも今日歩いてきてるのになおさらね。800メートル、約800メートル。あ、すごい、やっぱ中学生すごいですね。なんかパワーを感じる、ね、パワー本当に。まだまだあります、はい、第4問ででん、はい、ことに、これね、地名なんですけど、はい、こちら名前の由来は何語でしたでしょうか。はい、何語で何語でしたでしょうか。何語でしょうか。はい、何語、うん、知ってるかな。いや、まず知ってると思う、うん、まあ、習う、ね、習うよね、習うね、北海道だったらね、うん、大ヒント。習うんですか。な、うん、またこんがらせちゃったかもしれない、ね。何語でしょうか。でも日本語じゃないんですね。おお、わかんないですよ。わかんないね。日本語の中の何語とかね、あるかもしれないし、うん、違うかもしれないし。ね、ね、うん、ことに、予想でね。じゃあその七日から何語だと思いますか。アイヌ語。おお、ありそうですなんか。うんうん。さくらはアイヌ語で。おお、一緒だ。ということは、はい、大正解。アイヌ語が由来になってます。コンネイっていう名前だったんですけど、うん、それが派生してコトニになりました、うんうんうん、じゃあそれにちなんだ問題最後ですね、こちらが、はい、そんなコトニ、コンネイの意味は何だったでしょうか、うん、意味、うんうん、まあ、コトニがどんな地形かっていうのがね、うん、名前の由来になってるんだけど、はい、まあ、ほにゃららのような、ほにゃららのような形の地形だったからって感じですね。難しいね、むずいですね、うん、どんな地形、地形の形だね。地図、地図、地図、地図かな。地形っていうか、うん、そうだね、地図には、うん、わかりにくいかもしれないかな。名前的に、うん、琴っていう楽器に、うん、似てたから、はい、おー、漢字のね、すごい、入ってるね、発想がすごい、考えたね、やばい。うーん、森野さん、森野さん、森野さん、くぼち、おー、ことにはくぼちのような、くぼんだちみたいなのだから、はいはい、アイヌ語のね、コンネイがその意味だったかもしれない、はい、おー、自信あまりないですか。はい、ニュアンス、ニュアンス、なんとなく10回ぐらいやってると思うんですけど。そうだね、そのぐらいやってると思うね。なかなか記憶力は上がらないみたいです。はい、ということで、じゃあラスト問題、正解は
さくら大正解。やったー、くぼちが正解です。覚えたー。なんかね、ことっていうのもね、なんかすごい、うん、そういう考え方もあるなって思ったけど、くぼちが正解でした。ということで、はい、基礎編ことにクイズでした。うんうんうん、なんだかどうでした？知らないものばっかりだった。知らないことがいっぱいでした。うん、はい、そうだよね。これを機にね、覚えます。ラジオではね、たびたびことにクイズをね、はい、そうやるので、うん、はい、ぜひですね、もっとね、難しい問題とかも、ね、そう出たりするので、その時はぜひね、番組を聞いている皆さんも一緒に解いてみてください。うん、今日は何問正解できましたか、ことにクイズのコーナーでした。それではここで1曲お送りしたいと思います。聞いてください、チームクレレコで、ね、ふわふわパーティー。参りました、チームクレレッコの行ってみることに。そろそろお別れの時間です。まずはイベント情報とダイニングバーチェリッシュからのお知らせです。本日19時半から札幌リンクスホールにて望月アンズソロ公演があります。ぜひお越しください。はい、ダイニングバーチェリッシュからです。毎週火曜日から土曜日20時から営業しています。ぜひお越しください。そしてこの番組は YouTube でも公開されています。
はい、今日のこの放送は YouTube チャンネルにアップされています。 YouTube でチームクレレッコの行ってみることにで検索してみてくださいね。はい、ということで奈々か初めてのラジオどうだった？はい、最初緊張したけど、うん、楽しかったです。楽しかったね。よかった。もう伝説だね。本当に伝説ですね。8メートル、これ多分忘れないと思う。そう、ななかがねどんな子かっていうのも、うん、まあラジオ聞いてる皆さんはなかなかねラジオだとどういう子か分かりにくいと思うんだけど、ね、今のこの8メートルが全てですね、うん、分かりました ね、 ね、どんな子か、こういう子です。そうです。さくらって初めてのラジオって記憶ある？何年前ぐらいになるのかな。何年前なんだろう。でも、うんうん、4年前とかだよね。そっか、そのぐらいだね。3年前とか、うんうんうん、でも最初は結構大人数だったから、そうだね、喋るのもちょっととかだったんですけど、うんうんうん、あのまずカムイカミだったわかるっていうのが、うん、最初ってね。でしかもなんかフリートークとかできなかった。あ、わかるよ。本当に書いてある文を読むってことしかできなかったけど、なんか今は結構喋れて、ね、急に今振ってもね全然喋れるもんね、うんうん、絶対に最初の頃は喋れなかったなって。助けをもらわないとね、そう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 、なかなか喋れなかったけど、でも須藤も最初、うん、そう大人数だったから、うん、結構最初の時ってクレレコのメンバーがバーってスタジオブースにいて、ね、うん、みんなそれぞれ喋るって感じだったから、うん、須藤も最初の頃、それこそ須藤も4年前とかはなんか相づちっていうの、いや、うん、わかる、はい、うん、へーとかリアクションしか、そうそうそう、わかるよ。なんかボタン、リアクションボタンみたいな、うんうん、そう、しかも振られたら何言っていいかわかんない、そうなんですよ、そう感じだったし、うん、ドギマギしてたけど、はい、ね、続けたらね、そうなんですよ、どんどん喋れるようになるからね、うん、はい、そう、ななかもなんか初々しくてなんか、いや、いいですね。ね、可愛かったね。ジラにはない、ね、若々しい、懐かしい感じも本当になんかありつつね、うん、初めてってこうだったなって思った。そうだね、なんか最初のさ、メールの宛先読むのもさ、うん、なかなか日常生活でドット CO.JP 言わないよね。言わないよね、うん、今日はさっきラジオ始まる前にこう読み方っていうか、うんうん、そのこうやって読むっていうのを教えた時に全部、うん、振り仮名振り仮名って言ってアットとかもね、アットって、そう、アットマークね、リクエスト三角山まで全部振り仮名振ってて、うん、もう可愛い、可愛くて、本当になんか中学生のメンバーがこう入るっていうのも久しぶりなので、うん、クレレッコ自体も、うんうん、こうちょっと若いね、そうだね、パワーがね、うんうん、増えましたけど、どうですか、これから行ってみることにとかいっぱいなんか出演すると思うんだけど、はい、こういうのやってみたいとかあったりする？なんかもっとことにのこと詳しくなってからクイズを、うん、あー、リベンジ、はい、いいね、そう、ことにクイズね、割とこの行ってみることにコーナーではめっ、うん、すっごいやってて、うんうんうん、だから結構聞いてる人はあー来たこの問題、うん、なるぐらいに、うん、多分今日ねやった問題もすごく基礎の問題、うん、何回も何回も、うんうん、お祭りとかでも出したりしてるから、そうだね、結構もう馴染みのある問題がね、うん、集まってきてるから、じゃあ今度はななかにねいっぱい覚えてもらって、はい、もう全問正解目指してね、うん、はい、全問正解します。おー楽しみだね。はい、すごいなんか今日新鮮ですごい楽しかったね、うん、楽しかった。聞いてる人もすごいなんか孫を見るような感じのね、本当にそうだったりするんじゃないでしょうか、うん、ということでそろそろお別れのお時間です。ここまでのお相手は須藤小雪と森のさくらと宇野奈良香でした。最後はこの曲を聴きながらお別れです。聴いてください、チームクレレッコでクリスタルレインボー。Thank you.
5丁目札幌リンクスホールで毎日ライブイベント開催中、ぜひお越しください。この番組は株式会社クレイドルの提供でお送りしました。